お母さん心配で。お母さん。ということで、ひな子の役者姿を見に近々遊びに行きます。近々遊びに。遊びに。ひなちゃん。何？ごめんなさい。記憶抹消するから殺さないで。ごめんなさい。何の話？だってこれ、恨みを持つ人に呪いをかけるっていう例のノートでしょ。違う。あ、そうだ。せめて喫茶店で働いている姿を見せて、安心してもらうしか。まあ、なんてハイカラな格好。はい、目線こっち。ひなちゃん、トールったら片付けるからって先帰らなくてもいいのにね。見られちゃまずいものでもあるんじゃないの？お、どうしたの？ここが青竹踏みみたいで気持ちよくって。ババ臭いことしてないで行くぞ。大家さんの部屋、いつも片付いてますもんね。この部屋は人形がたくさん。東京来てから動物のぬいぐるみを集めるのが趣味になっちゃって。どれも可愛いよね。ひな子ずるい。私もそういう話したい。どうしたの、ゆあちゃん。トールって片付けられない子なのか？いつもは几帳面すぎるくらい綺麗だよ。つまりこれは散らかした部屋、本人不在、そして内側からの鍵、密室殺人。玄関開いてただろう。あれ、くーちゃんとまゆちゃんも荷物大きいね。私のは全部本です。はあ、脚本を書くためにこんなに資料を。え、あ、そうです、全部資料用で。全部食べる用じゃん。ね、そっか、猫にも手足あるもんね。わけわからないぞ、ルン。猫も擬人化するよね。何の話だよ。そしたらトールになると思う。そう、それは納得かも。でしょ。どういう意味。ルリちゃん先に来てたんだ。待たせてごめんね。お気になさらず、布団を敷きながら待っていましたので。え、なんで。合宿の醍醐味といえば枕投げだと両親に言われたのですが。え、そうなの。白い猫だし、何色が似合うかな。赤、青。真剣になっちゃって。あの猫のこと大事に思ってるんだね。ルンちゃんのことも大事に思ってるよ。知ってる。くすぐったい。